大江地震は1408年1月12日、1月21日に京都で記録が残る地震である。キ伊勢の記録とされるものもあるが、これらは疑問視されている。京都で記された山品京ことによる日記京こと京記に17から18時頃の地震記録がある。当たるえ14年12月晴れ、交互1地震。 鳥一天遊の地震当時に記され、信頼性が高いとされる記録はこれだけである。熊野年代記には、熊野本宮にある本宮の湯の流出が80日間停止したとあり、続本町津岸には、鎌倉で地震津波があったと記される。遺跡には、大地震、津波とある。これらは、地震から数百年の年月が経過した、近世以降に成立した資料である。 山本、萩原はこれらの記録は疑わしく、震源は熊野灘付近でなく、京都付近であるとしている。日本被害地震騒乱や、理科年表を2018年版も、資料の信憑性に、問題なしとせずとしている。また、久美山町市には、12月の地震で、初動処物ことごとく破壊されたとある。久美山町市に記された記事をもとに、日本被害地震騒乱は、 国山町法蓮寺の初動破壊死というとしているが、この資料、法蓮寺同再建危機器札の調査から、この地震は、欧永14年の期春に発生したものであることが判明している。本地震とは別に、京都では、欧永14年正月5日にも地震の記録がある。さらに、東京大学地震研究所が収集した資料では、紀南室郡氏に収録された、 お披露につけかき上げ審査都市には、大泊村にある観音堂の千獣観音像について、これは、大栄の秘密観音堂園や木塚祭りその以後の、再造にて、ご雑魚殺さる、井の大地身においてその他様落死損傷、塚祭り高徳ともという記録が、大栄14年自身の項目に収録されているが、同一の資料が1707年放永自身の項目にも収録されている。 同書には、右縁起義伝をもち初期し、まかりむか、在校どころ支度に所持し走ろうところ去る、井野地震功労に流出し去る公にと、津波の記述もある。欧永十四年も法永四年も、同じ定概念であるが、この文書は、教法十二年に、軍役所に提出されたものであり、去る、井野大地震などの表現の場合、文書が作成された年月に近い年を指すのが、 通例であり、それは近い方から強法4年、法営4年となる。この内木半島に被害をもたらした地震は法営4年に発生した法営地震であり、上記の資料は法営地震を記したものであるとするのが妥当とされる。日本被害地震相談や理科年表は地震の規模を M7 から8とするが、上記のように熊野灘の被害の信憑性には問題がある。 ありがとうございます。